はいどうも、けまいです。今回なんですけども、今週のね、ゲームハードの売り上げとゲームソフトの方の売り上げ見ていきたいと思いますって感じなんですけども、ちょっとね、先週他の動画出しちゃったんで、できてなかったんで、そこら辺のね、先週の情報も踏まえて話していきたいと思います。まあね、先週アウトライダーズが何本売れましたかっていう情報がね、出ていたんですけども、そのね、タイミングをちょっとスルーしてしまったんで、ちょっとやらかしたなと思ったんですけども、まあ、今回はそこら辺の話も踏まえつつっていう感じでやっていこうかと思いますので、まあ、ぜひね、気になる方は最後まで見ていってくれると嬉しいです。このチャンネルでは最新のゲーム情報やおすすめのゲーム紹介、あとはゲームレビューとかやってます。ぜひ他の動画も見ていってください。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。はい、というわけでやっていくんですけども、まずはね、PS5 の売り上げ見ていきたいと思うんですが、このね、売り上げがちょっとね、やばいことになってます。2回前のランキングではね、結構、まあそこそこ6万台くらい売れていて、結構すごい来てんな、PS5、こっからゴールデンウィークに向けて、めちゃくちゃ売れていくんだろうなっていう、そんな予感をね、感じさせていたんですけども、まあ先週、今週でどちらも1万台ちょいぐらいしか売れてないっていう状態になっています。まあ、具体的な数を言うと、先週が PS5 通常版の方が 16,459 台。で、今週が 13,074 台となってるんですよ。もう本当にPS5 通常版だけを見ても2万いかなくなってしまったんですね。という感じでまあ3月末にめちゃくちゃ在庫を放出してしまったしわ寄せがこっちに来てるのかもしんないなっていう感じなんですけども、まあ、結局やっぱり部品の不足っていうところがね、解決しないとやっぱなかなか根本的にはやっぱ解決しないのかなっていう風には思いますね。てな感じでですね、まあ、こっから結構ゴールデンウィークに向けてかなり PS5 が本気で普及していかなくちゃダメなタイミングだなっていう風には思っていたんですけども、まさかのここに来て、こういう感じになってしまっていて、ちょっと大丈夫かなってちょっと心配になって、しまう部分はありますよね。4月末に PS5 独占タイトルであるリターナルが出るっていうところもあるし、あとは、5月中には、バイオヴィレッジが出るっていうのもあるし、まあ、結構そろそろね PS5 でやりたくなってくるようなゲームっていうのがちらほらまあ出始めてくるタイミングなのかなっていう風にまあ思うんですけども、まあ、それがねなかなかもう本体が手に入りませんよってなると、そのゲームソフトの方の売り上げが上がらないっていうところにもつながってくると思うから、まあ当然やっぱりね PS5 のソフトは売れないですよっていう風になっちゃうのがやっぱもったいないですよね。ちなみに PS5 の買取価格相変わらずまあ78,000円とかで、買取されてるらしくて、まあ安定して転売屋の餌食にはまあ現状なってるっていう感じですよね。まあ、どうやらね話によるといろんなサイトでね抽選販売自体はしてるんですけども、そのね抽選自体の倍率はね前世紀に比べたら全然落ちているみたいなんですけども、まあ、やっぱりそれでもね30倍とかまあ結構な倍率にはなってるみたいなんですよ。でまあそれにプラスして出荷台数っていうところもあんまり伸びてないとなると、本当にいよいよ手に入りづらいなっていう風にはやっぱ思いますよね。という感じで、まあ、PS5 はめちゃくちゃね売れてないというか売り上げが下がったというか、出荷されてないというかなんて言えばいいかわかんないんですけど、めちゃくちゃ下がってるっていう感じですね。続いて Xbox の方なんですけども S の方が284台となっています。まあ、先週も大体同じぐらいの感じですね。そんな感じで特に言うことがないというか、まあ欲しい人はたくさんいるんだろうけど、なかなか多分これは日本に届いてないんだろうなっていう風に思います。なんか Xbox は在庫があるけど売れてないよっていう状態だったら別にまあ日本では Xbox 人気ないんだねっていうことがわかるんですけども、多分そういう状況でもないと思うから、まあ単純にね日本に出荷されている Xbox の台数っていうのがまあ少ないんだろうなっていう風に思います。ちょっとこれ俺の勘違いだったら申し訳ないんで、なんか普通に店頭に Xbox シリーズ X の方置いてあるよ全然っていう人がもし見かけた人がいたらね教えてくれると嬉しいです。でスイッチの売り上げなんですけども、今週スイッチが 48,733 台売れています。ライトが 47,526 台、先週が通常版が7万台でライトの方が6万台っていう感じになってました。でまあスイッチの方はねモンハンが出たっていうところでめちゃくちゃ売り上げ自体は伸びているわけなんですけど、どうやらいよいよね本格的にスイッチの在庫がなくなってきたっていうニュースがありました。結構店頭どこに行ってもスイッチが売っていないっていう状況が続いてるみたいですね。多分ね俺もおそらく3ヶ月ぐらい前からずっとみんなにいやモンハン出た時におそらくねスイッチ売り切れとかなかなか手に入りづらい状況になると思うから、もしね欲しいと思ってる人は今のうちにみんなスイッチ買っといてねっていう風に多分言ってたと思うから、まあ多分これ見てる人はねみんな持ってると思う。欲しくて手に入らないっていう人はなかなかねいないんじゃないかなっていう風に思うんだけど、そう思いたいんだけど、ただねほんとどうやらねもうスイッチはなかなか手に入らない状況になってきてるみたいです。こっちもやっぱちょっと部品の問題で生産が間に合ってないみたいな話がねちょっと出ていました。まあ、今後本格的にこう在庫が尽きてくるのか、まあそここまでなんか深刻なことにならず持ち直すのかちょっとわかんないんですけども、やっぱりモンハン効果というか、モンハンを売り出すにあたってめちゃくちゃスイッチを生産したりだとか出荷したりしたから、もうこっちもそのしわ寄せが来てるとかそういう話なのかもしれないなっていうふうに思います。はい、というわけで結構もうゲームハード全部、もう Xbox も PS5 も Switch も全部本当にもう在庫がなくなってきてるっていうちょっとやばい状況になってるんで、皆さん本当に欲しい方はなるべく早く動いた方がいいかなと思いますっていう感じで、ゲームハードの情報に関しては以上になります。はい、続いてなんですけども、ゲームソフトの売り上げの方を見ていきたいと思います。まずはね、ちょっとアウトライダーズがどうだったかっていう話をちょっとしていこうかと思うんですけども、先週ね、アウトライダーズ実はねランクインしていたんですね。10位以内にランクインしていて9位でしたね。 PS4 版の方のアウトライダーズが6596本売れていて、 PS5 版の方が2431本売れていたっていう感じになるんですね。先週ね、だから発売した週のアウトライダーズの売り上げっていう感じ、ただランクインしたものの両方 PS4 版と PS5 版合わせても1万本いかなかったっていう感じなんですよね。なので売れたかって言われると、日本で売れたかって言われるとおそらく売れてないんだろうなっていうふうには思います。ただこの手のゲームのなんかジャンルはやっぱこのぐらいに落ち着くのかなっていうところと、あとはやっぱこう悪い噂もあったりだとかもしたし、あとはもうジャンル的に結構地雷と言われているジャンルではあるので、現状アウトライダーズに関しては結構ねすごい面白いゲームなんですよ。ゲーム性としてはすごい面白いし、本当に戦いのことだけをずっと考えていればいいゲーム性っていう、ちょっとね他のゲームにはないようなゲームなんですごい面白いし、個人的にも楽しんでやってるんですけども、やっぱりねバグの部分だとか、なんかキャラクターが消えるとかアイテムが消えてしまうとか、そもそもログインできないよとかね、そういう問題が続いているっていう感じで、なんかそのバグとか抜きにしては面白いんだけど、そのバグっていうところを考えると手放しに今現状ちょっとおすすめはできないかなっていう感じの状態になっています。しっかりねバグが治ったらみんなにまた今買い時だよっていう風にはね教えようと思っています。はい、という感じでね、今週のランキングを見ていくんですけども、今週はねアウトライダーズは入っていません先週9位だったんで今週はねもう入ってはいないんですけども、どんなランキングになったか見ていきましょう。そこまでいつもと変わり映えはしないというか、そんな感じなんですけども、見ていきましょうかね。まずは10位、前回11位でしたポケットモンスターソード&シールド、4634本売れていて累計402万本売れています。なんかね最近 YouTube のおすすめに上がってきたポケモンの対戦動画、レイドの対戦動画見てたら、なんか一周回ってちょっとやりたくなったんだよね。でも本当にねポケモンの対戦マジでストレス溜まるから、なかなか準備も大変っていうところでね敷居高いんだよね。ちょっとダイパリメイクの方に期待しようかな。続いて9位、前回10位でしたスイッチスプラトゥーン2、4783本売れていて累計383万本売れています。なんかちょっと話が飛んじゃうんだけど、プロコンとかのジャイロがついてるコントローラーで、コントローラーを PC に挿して、で PC でジャイロを使って APEX やってる人が最近ねいるんですよ。そのねなんかちょっとジャイロというのに活路を見出している勢力がいて、この人たちがね結構やり手なんですよ。結構やってんすよ。別に不正してるわけじゃないからいいと思うんだけど、なかなかちょっとパッドでエイムができないタイプの人間なんですけども、ジャイロだったらもしかしたらいけんじゃないかなとかなんか思ったりしてる今日この頃ですと。はい、そんなわけで次第8位ですね。前回7位でしたスイッチ集まれ動物の森、7406本売れています。なんかあつ森のニュースもさ、未だにすごいなんかいろんなところでまだ聞くよね。基本的に本当にあつ森のニュースって頭の悪いニュースしかなんか流れてこなくて、やってる人が頭が悪いとかゲームが頭が悪いとかじゃなくて、なんか政治家がそのあつ森を使って PR とかでなんかちょっと変、なんか何それみたいなやつとか、あとはなんかあつ森内のイベントの中で中国やら韓国やらの記念日もなんか祝ったみたいなイベントがあって炎上するみたいな、もう本当に何それみたいな話ばっかりで、でもそんなニュースでもいまだにねやっぱ話題に尽きないのはあつ森、それぐらい人口がいるってことなんだろうなっていう風にちょっと思いますよね。続きまして第7位、前回8位でしたスイッチ大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、7835本売れていて累計423万本売れています。なんかスマブラスペシャルもねもう残すところそこまでもう参戦キャラクター多くないよね。あと残り2枠とか3枠ぐらいじゃないってことは、ここら辺できったらまた新しいスマブラ出るのかな。いや超楽しみだね。こういう任天堂から出てるなんか対戦ゲームっていくくつかあると思うんだけど、なんかね1個極めてえんだよなんか1個極めたい。それこそさっき言ったさ、ポケモンでもいいし、まあほんとスプラトゥーンでもいい、スマブラでもいい、もう何でもいいからなんか1個極めたいよね。なんか俺にバチッと合ったゲーム出ないかなと思ってね、ちょっと待ってます。続きまして6位、前回5位でしたスイッチマインクラフト。9408本売れていて、累計189万本売れています。マイクラ全然できてねえわ。なんかアウトライダーズとかいろんなゲームが発売されて、もう全然やる暇がねえいや面白いのは分かった、マイクラが面白いのは分かったし、なんかびっくりするぐらいいろんなね発見があるというか、なんかめちゃくちゃ映像綺麗だったし、やりたいなと思うんだけど、なかなかなちょっと時間取れなくて申し訳ないと思ってます。次第5位、前回も5位でしたスイッチリングフィットアドベンチャー。1,154本売れていて、累計250万本売れています。もうリングフィットアドベンチャーもういいよね。もう俺思い出したくない、もうやっぱ俺体動かすの嫌いなんだなってよく分かったわ、自分で。俺本当に体動かすのマジで嫌いだなって思いました。続かねえなと思った。次第4位、前回も4位でしたスイッチマリオカート8デラックス。14,439本売れていて、累計377万本売れています。どんだけ売れんの、どんだけロングセラーなんだよ。ほんとやばくない、このマリオカートに関しては。続きまして第3位、前回も3位でしたスイッチ桃鉄。12,920本売れていて、累計210万本売れています。でもなんだかんだ210万本も売れたってすごくない？なんか他のさ、なんか任天堂を代表するタイトルでもやっぱ300万本とか400万本っていうぐらいなんだけど、まあその半分ぐらいにいくぐらいの数をね、もうすでに叩き出してるっていうのはすごいことだなっていうふうにちょっと思いますよね。次2位、前回も2位でしたスイッチスーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールド。それ 21,590 本売れていて、累計64万本売れています。俺ねマリオは買わないで、ヒカキンの実況動画で済ましてますいや面白いんだよ、ヒカキンの今ねマリオ 3D ワールドでもヒカキン結構毎日投稿してんのかな、ヒカキンゲームズの方で。いやねすごいよマジで、ちゃんとおもろい。本当にやっぱすげえなと思いましたね。俺も見習わないといけないなっていう風にちょっと思わされる部分たくさんありましたね、本当にちょっとね。でもやっぱああいうゲームをちゃんとあそこまで楽しくなんかプレイしてる姿を見るのもまた面白いし、いややっぱヒカキンすげえなと、そう思わされましたね。てな感じで第1位ですね、前回も1位でしたスイッチモンスターハンターライズ。こちら 194,327 本売れています。ちなみにモンハンライズは先週27万本売れています。そうみたいな感じで、まあ来週再来週中ぐらいにはねモンハンライズ200万本もう早速突破しそうですね。本当にすごいネームバリューだなと思います。あっという間に桃鉄追い抜いちゃうレベルなんだから、本当すごいなと思いますよね。なんかモンハンライズに関してはちょっとね問題になっていることがあって、このモンハンライズは未完成品なんじゃないかっていう議論がね今なされてるんですよ。まあなんかエンディングもパッとしないし、何も解決してないしみたいな、後から追加コンテンツで済まそうとしてんじゃんみたいな感じで、まあ未完成品なんじゃないかっていう議論がされてるんですけど、みんな的にどう思いますかこれ結構なんかね騒ぎになってましたけど、まあ個人的には未完成品ではあるんじゃないかなって正直ちょっと思っています。ただボリューム不足ではないかなって思う。ボリューム不足となんか未完成品って結構なんかイコールと思われがちだけど、まあちょっとニュアンス違うかなと思っていて、ボリュームはしっかりあるかなと思うんだけど、確かに未完成品と言われてしまうとまあ未完成品なのかもしれないなってちょっとね思いましたね。ちょっとねみんなの意見お待ちしておりますという感じで、今週のランキングは以上です。はい、というわけでまあちょっと1周飛んでしまって申し訳ないんですけども、そんな感じの状況でした。まあアウトライダーズに関してはちょっとランク外に行ってしまったんですけども、まあ、結構ねゲームパスの方でやってくれてる人たちがいるだとか、また PC 版の方でもそこそこ売れたみたいで、まあ、世界的に見るとね、まあ、結構売れてるというか、まあ、結構売れてるというか、まあ、100万同時接続は確認したみたいなんで、初日にっていうところで考えると、まあ、そこそこ人口自体は現状いるのかなとは思いますけど、まあ、日本でっていうところで言ったらあんまりユーザーはいないのかなっていうふうに思います。まあ、結構そのマニア向けのジャンルというか、好きな人が強いような、結構ジャンルなんでね、まあ、そこまで爆発的に売れるゲームではないとは思うんですけども、まあ、そんな感じの状況でしたっていう感じですね。で、まあ、PS5 に関してはめちゃくちゃ売り上げが落ちてるんで、まあ、本当にゴールデンウィークにかけてほしいなと思っていた人がたくさんいると思うから、絶対にね。だからそういう人たちの手にちゃんと行き渡るように、まあ、なんとかまあもうすぐ、もう本当残り日数は少ないんだけど、なんか頑張ってほしいなっていうふうにちょっと思いますねっていう感じで、今回はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。